お前の生まれた日かめでたいな宴でもするかお誕生日おめでとうパーティーを開きましょうねできれば多くの人を呼べると賑やかでいいのだけどお誕生日おめでとう君の今日一日が素晴らしいものでありますように誕生日 おめでとうございます、マスター。良き一日でありますように。お誕生日…ですかでは、お祝いですね。パイを焼いてご馳走します。あ、でも上手ではないので、あまり期待はしないでください。誕生日、おめでとう。お祝いの宴、華やかにやるべきだね。 誕生日会、おめでとうよろしければ、接吻いたしましょうかお誕生日おめでとうさあ、酒でも一つ奢ってくれ何？誕生日とか覚えてんのそりゃずいぶんと豆なことじゃ、100回数えられたら、俺からプレゼントをあげましょう 知ってる私知ってるわ誕生日って好感度を上げるすっごいチャンスなのよねプレゼント今から間に合うかしらというか何をあげれば喜ぶのかしらこいつお誕生日おめでとうマスターさんルビーと一緒にバースデーケーキ作ったよ食べて食べて 精神に作用する系の材料は使ってませんのでご安心くださいなおめでとうございますマスターあなたの誕生に幾万もの祝福をうん生まれた日を胸に刻むは人間ならではか深く 友よ、そなたの誕生日ではないかこのような日に記念銀貨さえ作れぬとは我が一生の不覚。ぬへぬへぬへへへへ誕生日おめでとうあなたが生まれてきてくれてよかったええ本当にそう思うわよ 誕生日でござるよマスターそこで拙者の黒歴史ノートを貸します一緒に CV 決めてくだっち誕生日おめでとうマスター今日一日無様なところは見せられないなな生まれてきたのを後悔したことはないかあんたの誕生日だ特別な日になればいいな 仕方ないわね特別に1曲披露してあげるわハッピーバースデー一つ大人になったんだから今日ぐらいはいつもより激しくいっちゃう誕生日おめでとう何にしてもだを重ねることはいいことだわエリちゃんファンタジー2とか3とか聞くだけで胸がときめくでしょ 誕生日プレゼント何が欲しいていうかあなた今日でいくつになったのかしら貴様の生まれた日付など知ったことかファラオは主情のありように深く関わるものではない等しく支配するものだところで貴様何か世に対して欲するものはあるか おめでとうあなたの生誕に多くの祝福があらんことおめでとうございますほう今日はお前の生まれ落ちたる日か世は喜ぶお前の誕生運命 生誕の日か祝い事だな貴様の誕生日だとはっ知らんな貴様の誕生日だとたわけめそういうことは7日ほど前に言っておけええー、あんたの誕生日ねそいつはおめでとうさん。 おめでとうさん。お前、今日が誕生日なんだってな。誕生日だなんだそれ、早く言えよ。イノシシの一匹でも買ってくるか。誕生日おめでとう。え大事なことよ。生まれてきたことへの感謝と、生きてきたこれまでの確認は、一年ごとにそんな祝福を重ねていくのはきっと幸せなことだわ。 ほーらちゃんとしなさいまだまだ先は長いんだからあなたが生まれた日ですねこの日が良き日でありますように誕生日かこの袋の中身はクリスマス用なのだが仕方あるまいこの微妙な顔をした機関車のおもちゃをやろう今日はあなたが生まれた日か 祝福を『おやマスター』誕生日ではありませんか即興ですが詩をお送りしましょう」「どうやら君の生まれた日らしいなこの世に存在する全てに感謝したまえそしてお前もまた見知らぬ誰かに感謝され人の輪は回っていくのだ」 誕生日なのかにゃおめでとう今日は肉パーティーと行くにゃ死を迎える日と同じように生を抱いた日は重要ですおめでとうございますふん、<laughs> 何がめでたいのですか誕生日ファブニールにろうそくの日でもつけてもらいましょうか マスターの誕生日ですかサンタ的には12月24日の次に重要ですねマスターお誕生日だそうですねどうぞ花束です誕生日おめでとう君が生まれて君と出会えて私は本当に嬉しいあなたという舞台の幕開けに祝福を。 して演目は喜劇ですかな、ね、それとも悲劇私はお前の死ではないし母でもなく姉でもなく恋人でもないだがお前の誕生を祝うことを許せお前は祝福されるに値する勇士ではあるそら何でも言ってみるがいい。 ある程度までなら叶えてやろう祝い事もたまには良いものだ何をほうけた顔をしている今日はお主の誕生を祝う日であろうがおめでとうございますあなたが生まれてきたことええとても喜ばしいうふふいや 君の生まれた日だ。祝福しよう。ところで、株とか土地に興味はないかい誕生日、うまそうな名前なのだな。我は祝う、貴様の誕生を。おめでとう。お誕生日おめでとう。今日はアリスとお祝いね。 いついかなる時も新たな命が芽吹く生まれ出るすなわち誕生日おめでとうあなたの肉体の生誕に天空の祝福をその魂が正しい場所に導かれんことを誕生日とはめでたいな。 国を挙げての祭りはしないのか誕生日かよい外に出るのはやめだこの衣装の時ぐらいこっそりとようめでぬかバカ者お誕生日おめでとうございますあのつまらないものですがこれをバーサーカーの攻撃にも砕けないクッキーです あ誕生日かおめでとうメッセージカード送るよ美しき声あらわれる時始まりの時美しさの始まり君の誕生を祝う日か誕生を喜ぶ風習は素晴らしいものだ私からも君へ祝福を送ろう君はそう 今日から栄光のフィオナ騎士団の一員だおめでとう君今日が誕生日なんだって何か作ろっかそら酒だ何未成年か仕方ないともかくマスターの誕生した日だ祝え祝え ああよー、誕生日らしいじゃないかこりゃ一日敵なしだねおっとてめえの生まれた日じゃねえか俺空に向かって感謝しなハッピーバースデーどうしたおじさんが祝っちゃ不満かあなたの生誕に。 クマンの祝福をパーティーを開きましょう不傷ベリビエール執事として尽くしましょうほうめでたいことだな我らに伝わる成長の祝いの儀式試してみるか何失敗すれば死ぬだけだそうか誕生日 命の生まれ落ちる日罪の始まる日いやおめでとう誕生日おめでとういいことはよりいいことに悪いことは喜劇として記憶される実に喜ばしい一日だお誕生日おめでとうございます大変めでたいので。 国を挙げての祭日にするべきではないでしょうか。お誕生日おめでとう。お酒は飲めるとしかしらん。あらあら。あなた、今日がお誕生日ではなくて、おめでとう。あなたの誕生に祝福を。あなたが世にあることは、喜びです。 あら、あなたの誕生日いいことがあるといいわねマスターお誕生日おめでとうございますこれ花束ですご迷惑でなければですが今日はマスターの誕生日ですね良い一日をマスター様 誕生日おめでとうございます時計いりますうん、誕生日よかったわね一人でケーキでも食べていればほら、そこに一つ買い置きがあるでしょおめでとう今日は君という戦律が生まれた日だよし、楽譜を買いに行くとするか マサー、誕生日なんだろう。その、い、一緒に海とかどうかな誕生日じゃないか祝い祝い何だったら鹿内坊でもプレゼントしよう誕生日おめでとうございます、マスターどうか本日がより良い日でありますようにわ マスター今日が生誕なさった人のことをおめでとうございますハッピーバースデー特にプレゼントはないんだがこの笑顔で勘弁してくれお前の誕生それもまたローマより生ずるもの誕生日お前のあっそう この近くにいい料亭あったかな調べておけばよかった誕生日誕生日なんて驚きだわおめでとうマスターそれでえー、私はどうすればいいのかしら一番大切な日なのだものこういう時ってそのお,お祝いのキスとかするんでしょ 今日が主殿の祝い日であったか良き一日であるとよいなおお、主が生まれた日かよいよいこの世界に存在するからこそこうして巡り会えたのだ誕生日自らが生まれた日を覚えているだと 誕生日お前のかたくあんでよけりゃ樽でやろうそれとも歌でも読んでやろうかあああんたの誕生日そりゃめでたい外に肉でも食いに行こうぜおごるおごるおお誕生日だったなバーベキューとしゃ込もうや それとも足柄パーキングに飯食いに行くかお誕生日おめでとうございますマスタープレゼントは何がいいですかね祝えそして刻むのだ残りの人生をそれは恐怖ではない確固たる覚悟というものだ ほうお主が生まれた日かなら卵と飴をやろうおおマスター殿が生まれた日かめでたき日にござるなお誕生日おめでとうございます今日は特別ゆっくりしっとり時を過ごそうではありませんか誕生日おめでとうございます 贈り物に新選組の羽織はいかがですかあなた様の誕生日ですか <laughs> めでたきことですね <laughs> どうぞこちらにマスター誕生日は家族で祝うものと聞きましたどうぞ遠慮なさらず今日は私を母と思い 甘えてくださいませ誕生日おめでとうございます年を重ねるのは良いことですマスターのお誕生日そういうのもあるのかただ一日の特別な日を祝えるというのは実に羨ましいですな我らにはない祝福ですぞ 何そなたの誕生日となよしでは出陣の支度をせい喜べ褒美の稚業は切り取り次第じゃ誰が生まれた日かなんとマスターの誕生日では桜を植えて湯殿に茶屋もこの茶々が。 の花見もかくやのおたげをプロデュースしましょう君の誕生した日か祝福をアメがいるかななんだ君が生まれた日か祝い事なら祝っておけ誕生日ただの目安だろ特別騒ぐような日じゃないさ おめでとうございます。聖馬を代表し、祝福させていただきます。ソラめでたいわ誰うちが一根ついだろっかなに、今は自重するシュさん怖いもう、うちの旦那半いけずやな マスターの誕生日だっててことくらい知ってるし、ま、おめおめー私は命を刈り取るものです殺すものですでも今日という日はあなたが生まれたことをただの娘のように喜びたいとそう思うのです 主殿が生まれた日だそうで元服は済ませているのですかお誕生日おめでとうございます特別な日なので今日ぐらいは本気の後輩力見せちゃいますうんおかえりなさい先輩お風呂にしますかご飯にしますかそれともかんき